オロールカードバトルオルー、ゲストは銀座のお二人です。よろしくお願いします。さあということで、はい、もう3回目ですかね、来てくれたんで。そうです、3回目でございます。前回はもう木崎くんが、はい、見事初優勝。はい、ありがとうございます。なんかね、まあでもああいうことも起こるんだ。はい、いろいろあった。いろいろあった2回目、ね、1回目と2回目と足して2で割ったカード運がいいなというのは思います。ちょっと極端やったな。そうね、はい、今回どうなるのかということでございますけれども、はい、こんな人おるというオロオロ基礎カードバトルゲームとなっております。はい、よろしくお願いします。はい、こちら360度カメラで撮ってますんでね、スマホの方こうやってもらうと自分好きな画角で見れますよ。お願いします。お願いします。そして画質が悪いなという方は画面右上の、点々3つのところね、はいはい、そこではポチッと押してもらうと詳細設定出ますんで、解像度変えれますんでね、そちらで綺麗な画像にしてみてください。はい、はい、じゃあもうじゃんけんしていきましょう。いきましょう。もう早速いきましょう。大将グーじゃんけんダン。よっしゃー、田崎さんや。大将グーじゃんけん、はい、あーい、こうね、はい、田崎桜木、はい、これです。はい、じゃあいきますよ。はい、じゃあレッドから配りますね。はい、はい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 、Bカード、はい、でブラックね、はい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 、入った。はい、はい、じゃあ私から、さんから、はい、手札をねご覧の皆さんに見せますから、はい、あ、これと、これと、でブラックがこれとこれとこれですね。はい、はい、いいですよ。はい、じゃあ桜井いきます。まずレッドをこれとこれとで、これ、はい、でブラックがこれとこれとこれ、はい、伏せました。 OK です。はい、はい、僕いきます。レッドがこれこれこれでございます。で、ブラックがこれこれ、はい、 OK でございます。 OK、 はい、大丈夫です。はい、はーい、さあこれで始まりますからね。ほう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 、さあいいですか。はい、私じゃあ田崎からいきますね。はい、佐々木から始まるカードバトルオールスタート。あー、間に合った。今度はもう慣れてきた。よっしゃ、うわ、どっちかな。そうだな、何しよう。はい、ここも重要やな、何引くか。よっしゃ、めっちゃよ、引いた。カモン。引いてからカモン言う。これで、そうだな、攻めようかな。ドローブラック2。おっ、なかった。よし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 。うわー、なるほど、うん、で、しかももう一回自分のターンも、うん、そうですよね。そうそうそう、うわ、これどうしよう。ちょっとね、いいのがないな。黒引きます。わかりました。もう、なんか荒れてるで。セット、はい、
遊園地スタッフのほうそんなの半切れの表情表情これポケットの中何もないですかって言うてんのに言うてんのになかなかしまわへん人いるんですね、はい、の対応をしてる人の、うん顔ですお願いします。おい7回目でしょうか。なるほどね、さすがプロの一応笑顔一応笑顔やけど一応笑顔ぶち切れてるよねよし山へいいですね。これですあ、はい、やるな。なるほど、はい、僕ですね、はい、黒いますで、いきます。おい田崎さん、え早かったな切るのが。ドローブラックツーあーさっき出したの見てたぜイエスもうないだろ、さすがにほんまにカードバトルみたい一発目から出したからなあれあんのか、ええ、なんか1枚ピエト出てるぞ。これいけんのかな、これいけんのかって何これルール的に出していいやつか。ルール的に出していい。じゃあ2人ちょっと伏せて、はい、何かあんのか実行委員会に聞くからなるほど。このドロブラック2を出された時に これはいけるんですか。それは無理です。あ、無理言うてた無理なんや。上げていいよ。はい、はい、ごめん、はい、無理。キッカー見ろやよっしゃじゃあ上田やんけんで俺やな。はい、はい、うわぁ、こうなったらほんま。せやろ、枚数わけわからなくなってきた。そうなんですよね、枚数。うわ、オッケー、 OK、 僕やね。はい、セット。高校球児のお、はい、ずうずうしい一言。持ち帰りすぎや持ち帰りすぎや。おらんかった、さすがにおらんかったおったと思うねん。なんかおるおるではなかった。何年の何高校ですか。悔しい悔しい時へこみができるまでこれじゃあもうこれまた帰ってきます。ああそうですね、最悪や、バレた。はい、私うわーめっちゃあるわさあ、桜井君ですよ。はい、は選択肢は多いですけどね、多いと。そうや、なるほど。おお、なるほど。セット、はい、これを使います。トレードうわ、トレードは、トレード初やん、はい、手持ちのカードを好きなだけ。そうなんですよ、新たな、ここの山札のカードと入れ替えることができるという。使いようがどうしようっていうのを、まあ、可能性も込めて、はい、捨てて、新しいのにかけると。いうことですよね。だ黒は黒ね。レッドはレッド。ああ、そうですね。混ぜれないから。だから何を 何枚交換するか。黒を2枚いきたいです。で、あとは残しときたいですかね。はいはいはい、はい。見せた方がいいですか、何を。うん。見せなくていいですよね。見せなくて。うん、2枚黒を2枚。2枚でいいの確かにな、まあ、何が来てもやるんけどな。してもいいんじゃないの。じゃあ、うん、2枚今選んだので山でいいですかね。はいはい、で、2枚引きます。はい、何引け。
はあ、なるほど。で、レッドオルワンになります。うわっ、あ、やばい、やばやばいやばいやばい、あっという間に、あれいつの間に、嘘やん、やばいやばい、いきます、僕ですね、はい、黒引いて、うん、はい、よし、これ一個じゃない、セット、はい、居酒屋店員の、はい、半切れの一言で、レッドオルワン、もうです、居酒屋店員の半切れの一言でお願いします。ラストオーダー通します。生28です。しまーす。間際やからいっぱい頼む人な。しまーす。うわ、よっしゃ。そんなもん今懐かしいな。28、もうできないですね。もういかないな、みんなで。すげえ。僕 ラストです。うーわー。でもあっちもラスト。そうやね、俺の方が先よ。でも順番的にそれ、俺の方が先よ。俺やんね。はい、とりあえずこれはもう引きですね。すごいなんかい、すごいなんかい、おーおあれあかんかったんやろな。すごいのじゃなかった。あかんかったんやろな。うわセット。はい。隣人の隣人怖い一言。隣人の怖い。シンプルオーダー。隣の人の怖い。そうだね。はい。うん。じゃあお願いします。えらい昨日の晩楽しそうでしたね。うるさかったんかな。いやー、嫌味ね。一番怖いやつ。怖いね。一番怖い。静かにしようってなるから。頼むね。もう僕多分いけますよ。まあ一番いけますね。いやもうやばい、オルワン、もちろん黒引きます。オルワン、オルワンやもんね、はい、もちろん黒引きます。そうやな。ああ、まあまあまあ、でも大丈夫。え、もう多分いきますよ。えセット。これはあれですね、あ、さっき出そうかな。おとんの、うわぁ、音あんのか。もう、折ったらいいんですもんね。これのゲームはね。うんうん。おとんの、うん、優しい表情。え？表情か。優しい表情。これ、はい、草薙くんのドラマ僕見てました。ね、初めて娘が、逆上がりできた時の、お父さんの、おとんの優しい表情、お願いします。できて嬉しいけど涙が出てしまう時の顔見て、草薙くんの。ちょっと待ってよ。黒一本あるのに。そうやん。そう、表情よりその寒い日のプールの後みたいに口がするんですよ。エアコンすごいですよ、この部屋。寒い。この部屋エアコンすごいですよ。ごめんなさい。プールが、そんなことないでした。プール後、そんな雨やのにプールの字があったやん。血通ってなかった、周りで。あ、もうでも、変な間あったでしょ、はい。ギリギリダメみたいな。うわことやね、多分。なるほどね。だってもうあれで上がりやったから。そうか、だからラストはちょっと厳しいかもしれない。ちょっと絡めない。もしかしたら。なるほど。はい、うわ、ほんま俺も厳しいかも。だから、木崎ね。はい。オルワンやから。うわぁ。俺もオルワンか。やってんちゃおう。
はい。はい。セット旅館の中井さんの悲しなる一言、お願いします。そうですね、うちは卓球台以外は何もありません。いやー、ちょっと待った、ちょっと待った、そのカードはもしかしてデュエル、この問題で行かせてください。持ってないんかい。出た出た、デュエル出た。これは今のこの、はい、キサキが挑戦したこのお題で、はい、桜井が全くお題で挑戦して、キサキより面白かったら OK な音が出ます。はい、その場合は、キサキはこのカードを戻る、さらに2枚でしたっけ、ペナルティ。やばで、ブブーが出たら、上がり上がりですね、そのまま。なるほど。はい。もう阻止ですね、ここでね。続くんやったら、カードがまた増えたりするんですけど、もう今回もう上がりがリーチかかってるから。そうですね、まあこれ出すよな、それは出すよな。じゃあ、だからこの枠内の、これでいくんですね。この一等にかかっております。うわぁ、じゃあ、自分でもう一回振ってください。はい。いきます。はい。旅館の中井さんの悲しくなる一言、お願いします。部屋で何か見張ったら内線電話してくださいね。あったー、お化け出たら悲しいやん。だってお化け出たら悲しくなる。怖い方やな。お化け出たら悲しくなる。ということで優勝はキサキ。いやー、キサキん勝った。やったー。いや、まあ、よかったけど、キサキのもだいぶ面白かったもんな。ありがとうございます。使い方はでも覚えました。覚えました。使い方覚えました。前回な。前回ちょっと持ってたのにってなったので。そうそうそう。いやー、キサキが強いなー。やったぜ。シャウメン、俺さ、はい、スキップ持っててん。あ、あれ？でも、そうか。オルワンやから、ほんまに、あ、そうか。桜井飛ばしも、僕が上がるのに、オルワンやからって言って、これちょっと出す意味が、そうか。確かに。ってなって、もう頭真っ黒と真っ赤。僕も何もなかったんで、もうだから、ブッブ、ブッブ待ちしかなかった。桜井がブッブしかない。もう何もなかった。いやー、すごい。いやー、どんなことありますか？すごいなー。楽しい。ねえ、もう。いろいろ考えましたね、こんなルールいっぱい。デュエル、デュエル。ちょ、待った、ちょっと待った。デュエル。いいなー、デュエル一回やってみたいな。もうこれだ、はい、もうしゃあない、みんな自分の手元の手札を気にしながら、はいはい、だから、はい、だからもうオルワンやん、はい、僕もオルワンですみたいになって、はいはい、俺もこれぐらいカードあって、はい、俺もオルワンかって言った時に、はい、2人とも全然突っ込んでくる。そうだ、言ってました。聞いてない言ってました。そう、言ってました。言ってた、言ってました。で、一人でめっちゃ小さい声で、あ、違うか。待ってくれや。巻き戻します。全然気づいてないわ。ちょっと巻き戻してみます。兄さん、カード多いですよや。な、こうなってました。必死になるから。全然気づいてないわ。動画やねんや。照れたでしょ。すごい声ちっちゃかったね。全然気づいてなかった。やば、もう気づかない。こんななんねや、ほんな。そうや、そんだけみんな集中してるってことですよね。いや、ということで、はい、またまた木崎くんがね、優勝ということで。よっしゃ、ありがとうございます。桜井くんはまだちょっと一回も優勝がないんでね。はいはいはい、はい、まだちょっとチャンスあったら、ぜひぜひちょっとお願いします。まだ来てね、いただいて。いや、これは本当に楽しい。またまた出会ってないカード。そうか、上の句下の句もあるから。見合わせもありますし、はい、またね、来ていただきたいと思います。はい、の2人ありがとうございました。そして、最後まで動画を見てくれた皆さんもありがとうございました。本日は以上でございます。さよなら。ありがとうございました。